連邦憲法擁護庁は、ドイツ連邦共和国内務省の機関であり、ドイツ国内での反憲法活動を調査する情報機関である。警察のような逮捕権、捜査権は保有していない。ケルンの連邦憲法擁護庁本部憲法擁護庁は、旧西ドイツにおいて1950年に共産主義者による反憲法的活動の監視を主目的に設立された。初代長官は、 おっとおよーん。機関員は2488人。予算は年間2億700万ユーロ国内における反民主的団体、共産主義団体、軍国主義団体、ネオナチ、テロリストなどの監視に当たるために設立された組織である。当在ドイツの分断時代は、東ドイツの情報機関であるシュタージの工作活動の監視や防御用任務も担当していた。 ため情報機関としての色彩も強い。現在はイスラーム過激派やネオナチへの対処などが主な課題となっている。ドイツではかつてバイマル憲法という民主的な憲法を持ちながらナチスが全権委任法制定という民主的手続きを経て合法的に独裁政権を樹立するのを許してしまったことへの反省から国民に憲法への忠誠を求め自由主義 民主主義を否定する団体の存在を許さないという、戦う民主主義を原則とした。この憲法秩序を守るために、戦う組織として、連邦憲法擁護庁は1950年に設立された。BFV の歴史は波乱に富んだものであった。最初の問題は、初代長官の夫ヨーンとゲーレン機関の長官、ラインハルトゲーレンとの確室であった。かつて、 イギリスに亡命し、エイリッヒ・ホンマンシュタイン元帥を処刑するかどうかの議論で、イギリス当局に協力した要因を、ゲーレンは信用しておらず、首相コンラート・アデナウアーの信任も得ることができなかった。これに対し、ゲーレン機関は体内情報活動を行うことで首相からの信任を増していった。その後も BFV には様々な問題が降りかかる。 1953年には東ドイツによって起こされたブルカーン問題に続き、1954年にはヨーン自身が東ドイツへ亡命するという事件が起きた。1963年には元ゲシュタポ要員による盗聴が明るみに出て問題となった。しかし、これを機に収集の方法や人員の再検討が行われたほか ドイツ連邦政府はこれらの事件を巧みに利用して1968年の基本法第10条の免除規定の制定につなげた。緊急事態法やインテリジェンス関連の法律が制定された1968年からは憲法擁護報告を発行することで透明性をアピールした。また、ナチスに協力していた過去のあるものは追放された。1972年以降は、 外国人過激派、極左過激派対策も任務に加わった。当時、過激派のセクトは細分化し、過激化する、衣替えを行う、活発な理論闘争を行うなど、これまでにはない変化が起こっており、従来の捜査では対応するのが難しくなっていたが、これに対して BFV は、学問的素養を持った専門担当官を要請することで対応した。冷戦後は、 不要論も紛失したものの、ネオナチアイスラー,アーム過激派への対策や IT 対策を進め、さらに透明性を高めることで、その存在意義を再確認されて、現在に至っている。二0 1 1年十一月に、ドイツ中部中林元州を拠点にしている、国家社会主義地下組織を名乗るネオナチの男女三人により、二0年から二0七年までに、トルコ系、男性八人、ギリシャ系、 男性一人、ドイツ人女性警察官一人の、計10人の連続殺人事件が発生していたことが発覚した際、BFV の要因が事件関連のファイルを破棄していたことが明るみとなり、ハインツフロム長官が隕石辞任するなど、治安当局と極右勢力の間に密接なつながりがあるのではないかとの疑念が渦巻いている。当初は、管理、情報収集、 評価の3極体制でスタートしたが、冷戦中は8極体制に拡大された。冷戦が終了すると6極体制に縮小された。ものの、同時多発テロの改革を経て、現在は7極体制となっている。編成は以下の通り。ABC 大谷、落合、金子、190ページ ABC 大谷、落合、金子、192ページ、ドクネオナチ裁判改定。 問われる曲と治安当局の闇の関係 AFP HTTP www d o afp dot com アーティクル、ディザスターアクシデンツクライムクライム二百九十四万二千五百六十十七十万九百四十一 C T M キャンペーンイコール T X T トピックス二千十三年五月九日閲覧。ラン A B 大谷落ち合い金子 173ページ、ありがとうございます。